どうも、ピオキングです。今日はこのコースやっていきます。マイマンロスト日焼き。私のお母さんは鍵をなくしたということですね。まあここでちょっと苦い思い出話をすると、僕が学生の頃友達と一緒に学校帰りにその友達ん家に行きました。するとですね、その友達は家の鍵をなくしたと言ってきたんですよ。で、家は誰もいませんでした。となると家の中に入れないわけですよね。どうにか家の中に入れないかと調べ回ったところ、奇跡的に2階の窓が開いてたんですよ。そこで身軽だった僕は友達に俺に任せろと言って、屋根の上に登って2階の窓から侵入しようとしました。それを目撃した近所の人から通報されました。いやマジだよ、大事にはならなかったんですけどね。今思えば苦い思い出ですよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.25%。 だからみんな家の鍵をなくしても屋根とか登らない方がいいよ。危ないしね。誰かするか。お前だけだよそんなんしてんのはさ。じゃあ左にフラワー出てきたけど、このフラワー取れないよな。じゃあこの近くの枠叩いてみようか。開幕サンドイッチャー。それやったの高校生の時なんだけど、屋根の上に登るのがかっこいいって思う時期あるじゃん。例えば屋根の上で星ビルジュース飲むみたいなさ。マジでやらない方がいいと思うよ。一回滑り落ちそうになったこともあるもんな。じゃあこれハテナブロックの方に行かせて。出せ出せ、魚。漫画とかで結構あるじゃん、屋根に登って黄昏れてるシーンとかさ。あれ実際やってみると意外とそうでもないよ。むしろ虚しくなるぐらいだね。こいつはこいこのコースは危険な匂いがとてもする。さっきからいきなり来る罠ばっかりだ。ゆっくり慎重に行こう。オンオフをして何もしない。すると右のブロックが開くわけでもない。もう一回オンオフをしてみようか。上のハテナ気になるって。でもどうしようか、叩いてみようか。俺のバカ。そんでたわいもない話なんですけど、最近めちゃめちゃ暑くない？もうパンチで実況してるんですけど、もう実況してたらさ、汗がめちゃめちゃかいて、はっはっはっ、いやーやめたー。そっちはまずいって。なんだこの音楽は、知りたいのか。ドグルマ。このコースさ、仕掛けがめちゃめちゃ派手だよね。なんか見ていて気持ちシンプル。罠の量がとてつもなく多くないかい？でもそんなの大歓迎さ。多ければ多いほどこっちは狂えるんだからだ。ああじゃないんだよ、こいつ絶対掘ってくれて。上は、あ、上隠しブロックないんだな。じゃあ鉄球をこっちにこうさせておいて、ジャーンプ。このカロンから強制転送されるやつでさ、こんなに早かったっけ。カロンの動きめちゃめちゃ早くなかった？いやそうでもないか。ここ隠しブロックはないのね。じゃあ土管に進めましたよっと。で中間ポイント1。本当にこれは、うわ、なんか出てきそう。この土管の中から一旦ちょっと待っておこうか。アイテムとかは何もないみたいだ。スネークブロックも動かない。というぐらいここで中間ポイントはあった。中間ポイント、いやー中間ポイント取ったのはいいけど、ここピンクコインコースじゃねえか。でここでまたピンクコインを取って、ピンクコインじゃねえ、中間ポイントを取って、どこに行けばいいの。めちゃめちゃ歩くない？これは何？何これ、ドアに入れさせないっていう感じ。いやドア入れたじゃねえか。じゃあ右のドアから行きます。何が来るんだろう、分かってんだ。どこに行ければいい？ここか。うますぎる。音符をいただきます。でどこから、あ、これ乗れないんだ。なるほどね、床かと思っちゃった。じゃあこのシーソー上げる必要があるっていう感じなんだね。さあさっきのところではもう一回やられはしませんよ。私マナーが変わってるとかそういうことはないよな。よしよし。でバブルは左で避けておこうか。そうすると右のブロックが上げてくれたね。でこの息アップは取る必要はない。でこの左のキノコは取ったらダメだよな。ここ隠しブロックとか多分なかったら先に進めませんよと。もうバグ持ってきなさんだって。おかしいじゃんブロックの出方が。え、じゃあこれ取る必要があるの？でつららを抜けていけみたいな。無理じゃん、ただやられるだけじゃん。ダブル派だ。今日ねコース選ぶときバグコースじゃないと思ってた。じゃあこの辺でジャンプして右。いや違うのかな、もうちょっとジャンプして右。あ、これでいけるとか。ボン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 。急いで行っても間に合いそうな感じはしなかった。なら別のルートでキノコが何かを取らなきゃいけない。そういうことだ。なるほど、振ってくんのか。でね、もうわざわざハテナブロック叩かないでもいいと思うんだよな。もうやられる気しかしねえもん。ほらほら、まああいつにはやられませんよと。でドクロレットの下は何がある。うわ、見ておけばよかったな。じゃあ僕は一体何もしない、それが正解だ。さあさあ来いよ。
あのドアの先でこのコースが鬼畜コースかどうかが決まる。もしピンクコインがあるようであればこのコースはそんなに長くなくて難しくないようなコースだと思ったけど、まだあんの。でもさ、これそんなに引っかかるところないよな。ていうか普通に土管に入るだけだし。さあ、ピンスイッチをなくなって…あー、ぶてぇ俺はまだにはみ寄ったって、あと1秒早いぜ。さあ、次の場所に行こうか。 Hey ブギブギバンバン、レッツゴーブギブギブンブン。 Hey ブギブギバンバン、レッツゴーブギブギブンブン。 Hey ブンブギャー。 Hey ブギブギバンバン、レッツゴーブギブギブンブン。 Hey ブギブギバンバン。こんなことばっかりやってたらね、任天堂さんから PR が来るって。ピオキングさん、ポケダンスをぜひ踊ってくれませんかって。いや、照れるな。実写でしょ。実写でさ、僕踊ったこととかないからさ、メイキングビデオでも作ろうかな。まあ妄想だけはいくらしてもいいですよね。僕がポケダンスでメディアに出るときは隣にイギーとブンブンでもつけておこうかな。イギイギブンブン、レッツゴーイギイギブンブンみたいな感じでどうですか。違うじゃねえんだよ。ナイスタイミングでロングドア食べたの。なんだよこれ、めちゃめちゃ長いんじゃない。あのカメックがさ、ブロックを全部壊すまで待っておけみたいな。そんなに待っておけねえよ。ここ飛ばして、いやそこナイスタイミング。あ、もう裏はうつえけど。ナイスところが、君のおかげで僕は早くやられることができそうだよ。右にガリガリが出てきてるけど、そんなの必要ないもんね。さすがは知り耐久名神といったところでしょうか。ガリガリなんか耐えらず自力で耐久をクリアする。これはもう誰もが認める耐久名神と言ってもいいんじゃないんでしょうか。これは左に逃げておいていい。そしてオンオフ欲しいの。あ、これもう終わりなんじゃない。なんかこの土管終わりっぽいね。さっきみたいに、あー違うな、なかなか調子いいんじゃない。これ左のブロック開くんじゃない。全部のピンクコインを集めた後、やっぱりやり直してくださいって言って、罠が最初からまた全部違うみたいな。もうそんなんいらないからな。普通にゴールさせてくれればいいんだから。ザコは突っ込んでろ。みんな賭けをしようぜ。僕今パンチで実況してるんですけど、あのドアに入るまでに1回でも引っかかるとパンチでポケダンスを踊りたいと思いません。さっきなんて言った。あのドアに入るまでに1回でも引っかかるとパンチでポケダンスを踊りませんって言ったでしょ。どういう意味。どっちそれ。全然わかんねえんだけど。これは右、いや下からはダメだよな。じゃあこれジャンプ、そしてすぐにドア。日本語って難しいですよね。世界で一番簡単な言葉って確か英語らしいよ。日本語って結構難しい部類に入るらしいね。さあドアに入ったけど、スロー投げろ、カロの甲羅を。そんなのわかるか。ここでカロの甲羅を蹴れっていうことだよな。あれ鍵じゃないの。じゃあここ上どうやって行くんだって。あ、まあ、なんかまだ出てきたけどいい。あぶて。なんかピンスイッチが鳴ってるね。この辺に鍵隠してるとかそういうことはなさそう。じゃあこの、あ、この右下怪しくない。いや、カインが。じゃあドア入っていきます。え、鍵持ってないけど。あ、そこで鍵が手に入んのね。じゃあこれで終わりっていう感じなんかな。お疲れ様さ。まだあんだよ。お疲れ様さじゃねえのよ。なんだこの50コインは。とっても特に意味はない。さあラストのピンクコインの場所入っていきましょうか。ここの氷ブロックは何もしないでいい。そうそう、それでいいんだ。ゆっくり行こうか。ここ隠しブロックとかあるんじゃない。やったりね。分かってる分かってる、僕は全てお見通しさ。こっからガチで考えていくからね。このドクロリスト上に上がってくるんじゃない。だからすぐ左で逃げるんだ。やられたキモ。ならドクロリフト乗ってていいんだ。でボム兵がさっき来たでしょ。このボム兵に開けてもらいます。そしてハテナブロック、こいつは鉄球以外に考えられない。でここ貸しブロックはないね。じゃあこの隙間に逃げておこうか。これで大丈夫。ここまで来れば絶対安全。ちょ待って待って待って。あぶねえ。でキノコトリーノ上は叩けはしないのか。たっきゃー。スララを壊した瞬間に左に逃げろみたいな。そして下に、あ、上から行くのね。なるほど、はいはい。そしてこれは右を壊す以外ないよな。で鍵を取った瞬間すぐドアに入る。これ以外ないよね。左に行けみたいなこと書いてましたけど。来た、これでゴールなのか。もう最初からやり直したか。やめてくれよ、頼む。え、またなんかある。どうする、これドクロリート右に逃げる、頼む。あいや右に行ったけどさ、上にも行ってくれよー。
こっからが問題ですよ。鍵が手に入るかどうかって思ったけど、鍵を手に入れさせてくれた。それが分かった時点でね、僕の心の余裕はありまくりですよ。さあドクロリュート行こうか。じゃあ助けて。よく見たら右下バネがあるな。あのバネに乗っていけっていう感じ。まあドクロリュート乗れるからドクロリュート乗っていこうか。ウィン右下いやあれツタじゃん分かってるよ僕は。ゴールポールの先っていうのはね、もうちょっとキラキラしてるような感じなんだよな。だからこっちが正解だ。ん？どこに行けばいいの？なんか右の感があったけど、こっちにゴールが。何これ、死にたい。めちゃめちゃむずそうじゃない。え、何これ。先に乗ってどうすりゃいいんだろうな。右に行くでしょ。とりあえず風乗ってみようか。乗って右に行く。そしてここ隠しブロック、確認確認。隠しブロックはないみたい。そしてこれは、うわむずいって。もこれ右下行けってか。風に乗って上に連れて行かれるようないかんしかしねえって。頼む、行かせ、よーし、ゴールだ。どこだそこは。じゃあ右下でいいのかな。でもね、これ本当にゴールじゃないんですよ。確かツタ、ほらやっぱりね、ジャンプすれば何かある。右が開くっていうわけでもない。なら落ちてみようか。落ちて、やったなんだこっちで合ってたのか。いやこのコースはトロールを結構やってる人用に向けられたコースだったね。すげえ楽しいコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ作るコースはこのコース。テスト8、説明文に上と下どちらが早いか教えてくださいな。 Which is faster top or ボタンって書いてるんですよ。サムネを見る感じもうわかんない。適当に並べて作っただけでしょこれいやそんなことはないと思うんですけどね。上と下どちらが早いか教えてくださいって書いてるから、上か下どちらかを選んで進めっていうコースだろうね。そんなもん決まってますよ、上で初めてもねえのに言うなって。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.33%。 最速が10秒以内だから、10秒以内にこの迷路を脱出しろっていうコースなのかな。いやどんなんなんだろうね。どうすりゃいいのかなこれはこれは10秒以内に右まで進めっていうこと。これめっちゃむずくない？どこ行けばいいの？それを教えろ。これさ、ノンストップで行かなきゃいけないんじゃない？ここに一マスの隙間があるじゃん。だからこの一マスの隙間に入っていけみたいな。あ、こんな感じなんじゃない？はいはいはい、攻略を見つけたぞ。こういうのは任せてくださいよ。あとはリズムの問題だ。上と下どっちがいいかだよな。ちょっと下から行ってみるわ。まあ下も同じ要領だと思うんだけど、僕は下の方が行きやすいかもしんない。頼む、これめっちゃなかなかいい場所まで進んだんじゃない。ちょっと上に変えてみようか。上の方が実は僕は向いてるとかそういうこともあるかも。下だ。今ので分かったことがある。上はさ、画面がめっちゃ動くから相当行きにくいね。下はさ、画面が動かなくて一定のリズムを取るだけで結構こうやって進めるんですね。さあゴールさせてくれ。いやもうこれゴールだろ、やったいやこれはなかなか難しかったけど、こういうリズム系は得意ですよ。最高のコースありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。クッパの動く椅子リメイク。説明文にスーパーマリオメーカーでミッツンさんが作ったコースをスーパーマリオメーカー2でリメイクしました。許可を取ってこのコースを投稿していますって書いてるんですよ。まあスーパーマリオメーカーといえば最近サービスが終了してしまいましたよね。すごく寂しいことです。代わりに早くスーパーマリオメーカー3が出ないかなといつも思ってるわけなんですけど、任天堂さん早くしてくれよ。スーパーマリオメーカー2もオワコンだよまあ僕の中ではまだまだ全盛期ですけどね。でこのコースはサムネを見る感じ何が起こるか全然わかんない。ただめちゃめちゃ面白そうな見た目はしてるなと思いますそれじゃあやっていこうか。クリア率は 1.05%。 多分これが今日最後のコースですね。そして僕も今日最後の動画になりますそんな嘘いいって。さあこれはドアに入っててどうすればいいのか全然わかんねえな。入るでしょ、わかるか。とりあえずドアに入って右に行けばいいっていうことは分かった。さあテレサをかわそうか。そっちも来んのね。これ右左右左にテレサを避けていけっていう感じなんかな。あ、やっぱそんな感じだね。うわ面白これ。でこのノコノコは何、ノコノコを蹴って、あ、クッパに当たってる。ちょ、クッパその日はダメだったー。
いや難易度おかしいって。クッパの火を避けつつ、このノコノコを蹴りつつ、さらにテレサをかわしていくのがさ、動画してんじゃないこれ。しかも何回当てればいいの。俺は1回で終了だよ。確か亀の甲羅を9回ぐらい当てなきゃクッパって倒せなかったんじゃない。これ真ん中の方を追っておいたらダメとかないかな。今1回、これで2回で、これ3回、もう遠いな。うん、あと6回もあるんでしょ。もうやられる気しかしねえ。とりあえずこのやばい火が来た。さあもういいって。今もう出すなってクッパ。お前氷加えてろって。やった来た。ドキャー雪見たいか。よし一番最初から流すよ。1、2、もう蹴ればね絶対にクッパに当たるっていうことは分かった。これで3で、これで4でしょ。あと5回もあるのか。遠いな。まあこのクッパの火がね来るとき、だからその来ないときをちゃんと有効活用しよう。さあ来た。もうなんて言ってるか分かんなかったけど、めちゃめちゃ楽しいコースでしたね。どうもありがとうございます。何挟んでんだ。